これ撮ってるの？サッカー教室始まります。こんにちは、稲森アストです。大門中でフォワードをやらせてもらってます。この動画ではこれからサッカーを始める人たちやまだサッカーをしたことがないみんなに向けて、ボールを蹴るコツや俺たちがやっている特訓方法なんかを見てほしいと思ってます。今回はシュートについて説明します。サッカーで楽しいのはなんといってもゴールを決めた時ですよね。もちろんパスもドリブルも大切なんだけど、みんなも一緒に練習してかっこいいゴールを決めよう。蹴らない方の足をボールの横にしっかりと踏み込みます。この時足はボールから握り拳1個分くらい離して、蹴る方向に向けてまっすぐ踏み込むことで狙い通りの方向にボールが飛ぶようになります。そしてボールの中心をしっかり捉えてまっすぐ蹴る。蹴った後のコツは、勢いのままに体全体を使って足を狙った方向に振り抜くことです。次は試合の時の動きを見せます。試合中はドリブルからシュートをすることが多いと思います。ここでは実際の試合のイメージで相手ディフェンダーをかわしてからのシュートをしてみます。ティウラ、ノリカ、いくよ。よし、練習すればこんな風にもシュートできるようになるよ。ドリブルは左右両足を使うことと、ボールだけに集中しないで周りを見ることがポイントです。シュートをするときは相手キーパーの手が届かないところを狙おう。どうでしたでしょうか？やっぱズバッとシュートが決まると気持ちいいよね。みんなもやってみよう。そして次はいよいよ必殺技です。サッカーにはたくさんの必殺技が登場します。遠藤さんのゴッドハンドだったり、豪炎寺さんのファイアトルネードだったり、風丸さんの疾風ダッシュもかっこいいですよね。今回は俺のシュート必殺技であるシャイニングバードの出し方を見てもらおうと思います。おい、監督が呼んでるぞ。今行く。それじゃあ今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。